長居桜山古墳群。長居桜山古墳群は、神奈川県逗子市桜山と三浦郡波山町長井の境界にある2期の前方公園墳で構成される古墳群である。2002年、平成14年12月19日、国の史跡に指定された。長居桜山古墳群は、最近まで全くその存在が知られていなかった。1994年、 平成6年頃、地元葉山町在住の考古学愛好家が、逗子市と葉山町の境界にある丘陵地帯の尾根の一角が、その形などから古墳ではないかと思い始めた。1999年、平成11年3月中旬、問題の場所で、携帯電話の中継所を建設するために小規模な森林の伐採が行われた。そして工事現場から、 さきの考古学愛好家が数編の埴輪の破片を採集したことがきっかけとなり、長江桜山古墳群は発見された。これまで、逗子市と葉山町の境界の丘陵地帯に古墳があるということは全く知られていなかった。そこで、急遽、逗子市、葉山町、神奈川県の各教育委員会行動で現地の地形調査が行われることになった。その結果、 工事区域を含む一帯が全長約80メートルの前方後円墳らしいことが判明し、携帯電話の中継基地の工事は中止された。その後、この古墳は長江桜山古墳群第1号墳と呼ばれることになった。その後間もなく発見された前方後円墳の西側約500メートルの丘陵のピーク部にも前方後円墳らしい地形があることが、 神奈川県内の考古学研究家から指摘された。早速現地調査が行われたが、最初に発見された一号墳と違って、地形からだけでは古墳と判断しにくく、その上埴輪の破片など異物が発見されていなかったため、すぐには古墳かどうかの判断がつかなかった。そこで1999年、平成11年6月に墳球と思われる場所を敷屈してみたところ、 吹き石と埴輪が確認されたため、改めて古墳であることが確認された。後から確認された西側の古墳は、長井桜山古墳群2号墳と呼ばれるようになった。1999年、平成11年3月の発見後、まず同年6月に、第2号墳の私屈調査が行われた。続いて7月には、第1号墳の測量調査が行われた。2000年、 平成12年2月には第2号墳の測量調査が行われ、4月から5月にかけて第1号墳と第2号墳の墳球の範囲を確認することを目的とした発掘調査が行われた。そして2006年、平成18年度から数年間の予定で、古墳の正確な規模と構造を確認することを目的とした発掘調査が行われている。現在は、 1> 第1号墳の調査が進められている。長江桜山古墳群は、逗子市と葉山町の境界にある、丘陵地帯のおねじょうにあり、古墳群を構成する1号墳、2号墳ともに、逗子市と葉山町にまたがっている。第1号墳の墳長部は、標高127.3メートル、第2号墳は、標高101.5メートルあって、ともに、 丘陵の尾根の小ピーク部分に築造されている。第1号墳と第2号墳ともに前方部が西側、公園部が東側を向いており、両方の古墳間の距離は約500メートルである。現在、古墳は木々に覆われて十分に展望が効かないが、第1号墳からは逗子市街地や東京湾、東京湾越しに房総半島まで望める。一方、 第2号墳からは、相模湾と相模湾越しに、富士山を望むことができる、立地環境である。全長90メートルの前方公園墳。公園部の直径は51メートル、前方部の長さは39メートル。神奈川県内で最大の前方公園墳である。丘陵を構成する岩盤を削って成形し、その上に、り土で墳丘を盛り上げて造成した。 第2号墳と異なり、墳丘に吹き石は用いられていない。出土品としては瓦け、壺型埴輪と、円筒埴輪が出土している。発掘された土器や埴輪、さらには墳形から見て、4世紀、古墳時代前期に築造された古墳であると推定されている。2006年、平成18年度から行われている発掘で、墳丘に幅2メートル程度のテーラスがあることがわかり、 断築があることが判明した。また公園部頂上部の平坦面に、埴輪が円形に並べられていたことが分かった。そして第1号墳は、公園部が歪な形をしているが、これは古墳完成後の崩落などによって墳形が歪んだものと考えれていたが、もともと造営当初から歪な形をしていた可能性が高いことが判明した。 全長約88メートルの前方公園墳。公園部の直径は54メートルで、前方部の長さは34メートルである。一号墳と同じく丘陵の岩盤を削って形を整え、さらに盛り土を行って造成した。墳球には吹石が施されている。吹石は、墳球の下部は主に黄色の霊岩、上部は主に白い砂岩が用いられている。 吹き石に用いられている泥岩は、海岸に住む生物の痕跡が見られることから、海岸から運ばれた石であると考えられ、また、砂岩の中には、相模川ないし多摩川の河原石があると見られている。第二号噴は、現在のところ断築は確認されていない。第一号噴と、同じく河原家の他に、壺型葉庭と、円筒葉庭が出土している。築造時期は、 1> 第1号墳と同じく4世紀の古墳時代前期とされている。長江桜山古墳群は約90メートルという墳長、そして、壺形派には円筒派庭が備わり、さらに1号墳には断築があることが確認され、2号墳には吹石が存在するなど、神奈川県の都の前期古墳、例えば派庭、断築、吹石がない秋、葉山古奮群の古奮と比べると、 古墳としての完成度が高い。これは、長江桜山古墳群の被葬者は、他の神奈川県内の前期古墳の被葬者よりも、大和王県中枢との関係性が深かったからと、見られる。長江桜山古墳群は、出土品などから4世紀に作られた、前期の古墳であることは、間違いないが、第1号墳と第2号墳のどちらが先に築造されたかは、墳形。 出土品などから検討がなされているが、まだはっきりしていない。長江桜山古墳群のそばには大きな平野はないが、1号墳から東京湾、2号墳から相模湾の眺望が開けるという点や、大和とたけの伝説にもあるように、古代三浦半島から房総半島方面への海上交通路が開けていたと考えられることからも、三浦半島の長江桜山古墳群は、 機内方面から相模を通り、上ずなど、房総方面へ向かう道筋を望む場所であり、そのような場所に、古墳群が造営されたことに、大きな意味があると見られている。また同じ神奈川県内の相模川川口近くの、砂丘地帯という、生産の拠点としてはふさわしくないものの、交通の要衝に、長井桜山古墳群の少し前に造営されたと、見られる。 平塚市の松地大塚山古墳との類似性が注目される。機内が起源と見られる、円筒埴庭が用いられている点1号墳は断築が確認され、2号墳には吹石があるなど、同じ神奈川県内の前期古墳と比べて、機内の定型的な前方後円墳に近い方をしている小僧から考えると、長井桜山古墳群は山東県の強い影響をした。 暴走方面への交通の要衝を抑える場所を選んで造営された古墳と考えられている。しかし長江桜山古墳群には大きな謎もある。墳長90メートルという大きさは、前期古墳としては関東地方の中でも有数の規模であるが、三浦半島周辺では長江桜山古墳群以前の古墳は知られておらず、長江桜山古墳群の造営が終了した後も、 1> 約一世紀後の五世紀半ば以降にならないと古墳は造営されていない。つまり長井桜山古墳群は、ある日突然造営が開始され、そして二期の古墳が作られた以降、後が全く続かなかったということになる。長井桜山古墳群は、前期古墳としては、関東地方の中でも有数の規模であり、また、機内の定型的な前方公園墳に近い要素が多いなど、 前期の前方公園墳としては、関東地方では数少ない特徴を備えたい西絵であるという点から、学術面で高い評価がなされ、さらには1999年、平成11年まで未発見であったこともあって、墳球の保存状態が良いという点も評価され、2002年、平成14年12月19日、国の史跡に指定された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。